で、こいつは誰？なんか、こいつポピーの後ついてってない？なんか気づいて、ポピーストーカーされてるって、やばいやつに。やべえ、ポピー頭いい。やっぱストーカーに気づいてたんだ。この二人の間堂々と歩くんだこんな仲良さげにさ、二人で話してるところの真ん中。どうも皆さんこんにちは、いいです。というわけで本日もね、ホグワーツレガシー遊んでいきたいと思います。今日はですね、もう待ちに待った、昔から結構やりたかった企画というのがありまして、今日はですねストーカーしたいと思います。はいはい、で今日ねストーカーしていく女の子はこちら、ポピーでございます。かわいいね。ホグワーツレガシー界で一番かわいいと噂のね、このポピー。今日ね、この子、ちょうどね、今クエストが一個終わって、で、ポピーがね、どっか行こうとしてるんで、ちょっとこんな感じで。めちゃくちゃやばいね、こいつ。完全不審者だけど、ちょっとね、ポピーがどこに行くのか、今日一日中、ちょっとストーカーしてみたいと思います。いやー、ワクワクするね。早速行きましょうか。オッケーで、このままちょっとストーカーしちゃうと、さすがに、まあ、ポピーにね、バレちゃうとちょっと気まずいんで、目くらまし術ね、こんな感じで使って、ちょ、ポピーの後、どんどん追いかけていこうと思います。で、こいつは誰？なんか、こいつポピーの後ついてってない？なんか。おいおいおい、ポピーは俺のもんだぞ。ちょっと待って、お前やめろよ、なんか。お前も後ついてってんやん。ちょ、邪魔するわ。ちょっとやめて、ほんとに。一応ね、ポピーはハッフルパフの生徒なので、ハッフルパフの寮に向かうんかな、これは。で、ハッフルパフの寮っていまいちどこにあるかよくわかんないんだけど、こっちの方で合ってんのかな。え、こいつマジでなんなん、こいつ。ちょっと本当に。こいつ、気づいて、ポピー。ストーカーされてるって、やばいやつに。こいつ絶対やばいって。早めにちょっと通報した方がいいよ、これ。こいつ絶対あかんわ。お、中入っていくね。ここから待って、中入ったらどこに出るんだ、これ。はい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 。これあれだね。奥行ったら、闇の魔術の塔だね、これ。あ、じゃあ、寮には戻んないのかな、ポピー。こんな夜遅くにどこ向かうんさい。待って。ちょ、こいつガチでストーカーなんだって。ちょっと何度も皆さんすいません。ちょっとガチでストーカーがいるからさ。ちょっとポピー。ちょ、さすがに警戒心なさすぎだって、それは。ほらほらほら、もう、血まなこになって追いかけてるって。まださ、いい方だよ、自分は。だってほら、こうやってちゃんとバレないようにストーカーしてるから。こいつに関してはもう、バレるバレないとかじゃないもん。もうなんか、堂々としてる。止まった。え、戻ってった。あらら、残念。さすがにここで引き返したらね、もうバレちゃうから。あ、もう行くしかないよね、あれは。何がしたい？あ、やべえ、ポピー頭いい。やっぱストーカーに気づいてたんだ。一回ここでターンさせることによって。また？やばい、ちょっと、ポピーがバグってる、これ。これ、ボビーバグり始めたんだけど。ちょっと待って、みんな。反復。し始めてる、ここで、ポピーが。あ、進んだ。ちょっとあれが、ガチで怖いって。ちょっと近すぎるんかな？もうちょっとこの辺から追ってっか。ほらほらほら、なんか、ほらほらほら、やっぱ判定がある。なんか、ポピーに近づきすぎると。ダメだ。ちょっとこの辺から、なるべく遠目からちょっとじゃあ、見てますね。でもどこに向かってんだ？階段どんどん下がっていってるね。ポピーから目を離さないように。ちょっとあんまり近づけなくなっちゃったから。あ、でもどんどん下行っていってるね。もうこの辺だって生徒一人もいないからね。ちょっと不気味だよね。ここ、生徒一人もいないのは。扉入ってた、扉入ってた。待って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 。ちょっとあんまり急ぐと帰ってきちゃうから、ちょっとゆっくりゆっくり。あ、オッケー。どこに向かってんだ？これ。あ、でももう近づいて大丈夫そう。よかった。ちょっとそんな離れた感じでストーカーしたくなかったよね。もっとこう、なるべく近づいて。すごい。ポピー、それどういう開け方してん？手前に引くっていう開け方あるんだ。これあれだよね。奥って確か魔法薬学の教室じゃなかったっけ？そうだよね。うん。入ってた。え？ポピー、まさかの勉強？魔法薬学の勉強始めるよ、もしかして。うわ、そうだわ。うわ、すごい。うわ、待って、ちゃんと薬選び始めてるんだけど。すごいすごい。薬っていうかなんだ？教科書みたいなの選んだよね。何の勉強しようかなって感じかな。しっかり、おー、すごい。この二人の間堂々と歩くんだ。こんな仲良さげにさ、二人で話してるところの真ん中、すげえな。よく行けるな。さあ、でも結構長いこといるね。なんかずっと吟味してるわ。でもね、確かにさっきのクエストは結構戦闘したから、まあ、ポピーもね、疲れてるはずなんだよ。
なんだろうな、何の薬を作ろうとしてんだろう。待って、もうポピーがなんかもう行ったり来たりしてるもんだって。これ結構しばらくかかりそうだね。これなんかワンチャンループ入ってる可能性があるんだけど、ちょっとここ早送りで行こうか。この魔法薬学の教室出るぐらいまではちょっと早送りで行こうか。皆さん、これもう気づいちゃったかもしんない。これ多分一生ここにいるわこれ多分ずっといる気がする、ここに。やばい、皆さん夜が明けてきたもう外は明るくなってきたね。ってことはこれもうポピー一晩中ここにいたね。でもまだ一向に決まんないらしい。皆さん、これもういつになったらこの部屋から出んの、ポピーは。もうちょっと粘ろうか。皆さん、ポピーがバグっちゃいました。もうポピーね、薬作ってるように見えるじゃないですか。でもね、一晩中ずっとね、この何を調合するか、この瓶詰めばっかずっと見てんの、ポピー。ちょっともうなんかもう頭おかしくなってるって、完全に戦いで。もうちょっとこれもう自分のせいですわ。もうポピーあんななんか危険な戦いとか連れてっちゃって、もう完全におかしくなってしまいました、本当に。はい、というわけでちょっとポピーをね、一日中ストーキングした結果、最終的にですね、魔法薬学の教室でバグるっていう結果になりました。これ皆さんどうなんだろう。多分ね、いると思うんだよね。これ見てくれてる視聴者の方にもポピー尾行したことある人多分いると思うんですよ。その時のね、結果どうなったか、ちょっとぜひコメントで教えてください。気になるな。もっとなんかいろんなところ行くかなと思ったんだけど、リベンジしたいな。ちょっとポピーがバグっちゃったからな、もうなんか。はい、というわけで、今回の動画は以上になります。ぜひね、チャンネル登録、高評価もしていただけるととても励みになります。というわけで、また次回の動画も見てください。じゃね、ポピーを。じゃねって、ほら、じゃね、ポピー。じゃね、もういい、もう帰るからね。もう自分の寮に帰るからね、もうポピー。ちょ、もうやべえわあいつ。